お疲れちゃんです。ラットです。負けたらアカウント削除2020にやっていきたいと思います。さあ、ということで皆さん来ましたね。僕自身挑戦は2度目かなと思います。去年やりました負けたらアカウント削除でございます。まあこの企画軽く説明しますと、まあ負けたら終わりです。まあ、ただそれだけですね。シンプル。はい。負けたらこのアカウントはもう削除、さよならです。まあ、というルールで、はい、やっていくんですけども、まあ、なので、負けるまで、無敗でどこまでいけるのかっていうチャレンジですね。はい。で、僕、前回のチャレンジは、5106だったかな。はい、までいけたんですよ。そう、なので、まあ、前回のスコアな、抜きつつ、正直な、6000とかは、ほんといけると思ってるので、まあ、その辺も狙ってやっていきたいと思います。まあ、一応、ルールがね、はい、ありまして、大まかには3つですね。その1つ目が、まあ負けたらね、このアカウントはさよならしますよと。で、2つ目は、動画内でしか戦えません。まあ動画外でやってたら、いや、トロ上がってるじゃんとか、実は負けてんじゃないのっていうのがあるので、まあ一応ね、API っていうサイトでね、まあ履歴とかも全部見れるんですけども、はい。なので動画内でしかしません。で、3つ目最後は、課金はパスとセールのみですね。はい。クララはパスと、あとまあセールでね、来たやつは OK ということで、さあ、早速ね、やっていきたいと思います。で、ガチで初期なので、本当にね、なんもないんですよ。そう、カードが、これからっすね。いやー、何で戦っていけばいいんだろうね。本当に、まあ、最初、このジャイとか、まあ、使わざるを得ないんですけど。さあ、まあ、このデッキを使うしかないので、まあ、あとは、本当に、なんだろうな。僕のメイン役みたいに、エメラルドとか、ゴールドとかの余裕があるわけではないんで、無理にね、他のカードというか、あんま使いそうにないカードをレベル上げていくと、後々困るんでね。まあ、自分が使えそうなカードだけレベル上げて、なんで早い段階で、こういうデッキを使いたいっていうのをちょっと絞りたいですね。ということで目指してね、5106よりも上、いきます。一戦目です。ガチ一戦目。いや、怖え。いや、マジで、やっぱね、サーバー化とかも作ってる人多いから、ね、強い人もね、結構いると思うんですよ。さあ、いや、スタンプがねえな。スタンプ課金してえな、ちょっと。ダメですけどね。あ、だからクララはパスはいいっていうルール、はい、あるので、ちょっとパスを買います、後で。とりあえず。もうね、トロゼロだからって言って、気抜いてると、普通にユニレベ負けて、なんか、ね、気づいたら負けてるとかもあるんで、ガチでね、このトロ隊というか、わかんないですからね、何があるか。そう、で、前回の挑戦は、まあ、何に負けたとか、小屋ですね。最後、小屋に負けたんですよね。そうそう。まだ見てない方は、あるので、そう、僕の、やばい、残ってると思うんで、ぜひちょっと見てほしいんですけど、俺これさ、ガチで、ちょっと怖い。うん。いや、トロゼロで負けたってなったら、さすがに笑えないっすよね。ふぅ。まあまあ、多分ですけど、まあ、この辺はさすがに余裕になってくると思うんですよね。トロ1000、2000あたりは突破したいけど、わからないですからね。何があるかは。まあ、そこだけちょっと気をつけながらね。まあ、毎回集中して。うん。まあ、だから可能性としては、まあ、本当でもユニレベ問題ですね。ユニレベ問題をなんとかできれば、ガチで無敗展開であって、いや、無敗展開普通に無理だな。まあ、無敗で6000とか、7000とか。もういける可能性はゼロじゃないわけですからな。まあ、言ったら8000もね。さあまあ、だから1戦目からこう、もっとね、楽に勝てそうな気もしてたんですけど、意外と普通にいい試合をしてるっていう。さてはなんか強いっすよね。まあ、でも今回、このマスケとかジャイとか、初期で使えるカードが、ちょっと前のバランス調整で強くなったんですよね。そうそうそう。だからそれはね、ありがたいっすね。ガチで。いや、折れねえんだな。ね。やっぱ弱いっすね。ユニレベ1とか、タワーレベ1とか。そうそうそう。まあ、懐かしくはなるけどね。よいしょ。まあ、さすがに負けへんやろっていう。まあ、ちょっと降りたいっすね。で、あとは、最初に、スーパーレアカードが手に入るんですよ。それがね、何が手に入んのかっちゅう。結構大事ですよ。プリンス、ハンター、スケブ、ネクロ、ベビドラあたりの、まあ、ランダムで1枚手に入るんですよね。ここでかな。でもここの宝箱かなんかで手に入るんですよね。さあ。いや、この宝箱を開けた時に手に入るのかな。でも待って。うわ、パス、キングレベル4か。はい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 、はい。
まあそしたらシーズン終わってからぐらいになりそうですね、パス開けるの。いやー、さすがに前回の記録は超えたい。でまだレベルはね、上げなくていい気がしますね。いやでもちょっとドロ高い人来た。日照してる人だ。いやマジでスタンプこれしかねえな。いやーでかいな。もう買った臭い、もう買った臭いとか言ってるとあれなんですよ、ユニレベル5とか出てきてあにゃってあにゃってなっちゃうんでね。さあまあやらめ使ったんでさすがに負けへんやろっていう。いやでなんか前回はデッキを巨助、やっぱなんか巨助って格上に勝ちやすいというか結構なんか組みやすかったんですよね、デッキが。そうそうそう、巨助デッキっていうのは。で巨助バルーンか巨助なんかでやってたと思うんだけど、今の環境、まあ、巨助が別に強くはないわけですよ、そんな。うん、だからそうなった時に何のデッキを使おうかなっていうのがマジで考えてて、所詮巨助ランバーとか、まあ、ウルトラはね間違いなく入れれるなら入れるしなんですけど、早い段階でやっぱデッキ決めとかないと、ある程度ユニレベ上げがね、そうむずくなってくるんで、何にしようかな。マジ巨助なのか。結局なんか幅広く全てに勝てなきゃいけないわけですよ、このチャレンジ以上はね。そうそうそう、何かに勝てないがあるともうこのチャレンジ終わっちゃうんで、全てに勝てなきゃいけないんですよね。ってなった時にやっぱ幅広く全てに戦えないといけないっていう。そうラバだけに強いとか、まあ何々だけには絶対勝てるとかだったらダメなんですよね。全てに勝たなきゃいけないので、さあまあさすがに勝てると思うんだけどな。まあまだ今んとこさすがにね、ユニレベとかも一緒。うん、もう檻とか持ってるのなんかずるいですけどね。そうだからまあさすがにこの辺もいけるはず。うん、よいしょ。いやガチでだから結構なんだろう、それこそやっぱトロ5000とかは僕もまあ最近ほんと知らないので、なんかこういうデッキが多いだとか、まあ小屋小屋も今ちょっと弱いからな、小屋小屋がいなさそうなら救い、これが強いですよとかちょっとあるとね、コメントくれるとマジで助かる、本当に助かります。まあ個人的にはマスキがやっぱ使いたいかなっていう思いはあるんですよ。まあ単純に強いからね、てかチャンピオン欲しいわ。早いかな、チャンピオン欲しくなるの。まあじゃあチャンピオンがいつも僕いるんですけど、勝手にというか、まあ、使えないことがないので本枠だとね。そうチャンピオン欲しいんだけど、ゲットしたいな、早く。折れる？おい、あー、クラウンなんとなく欲しかったな。いや、着衣とか使えたら多分、結構無双できそうなんですけどね。まあ、さすがにそれは早すぎやな。トロ60で。あ、着衣くれはね、なかなかの贅沢。いやー、もうこのゴブリンやりゴブでも嬉しい。悩む。いつもこんなんもう見ないんでね。見ないで、ね、連打してるだけなんでね。まあ、あとはね、トロ何本まで行くかとか、ちょっとね、皆さんの予想をお待ちしております。ああ、俺もね、そう思われてんだっていう。いや、ガチで本気で6000行くと思いますとかね。いや、ラッツさんは、もうすぐ負けます。トロ1000も行けませんみたいな。そういうの待ってるんでね。ああ、ガチでやばい。本当に怖い。いや、なんかマスケ5がさ、えぐいんですよね。なんかあとは全体的にその、まあ、ユニレベのなんて言うんだろうな、インフレというか、やっぱ昔と比べてもうクラロワ歴ね、やってる歴長い人が増えてるのもあって、あいでがいいのです。なんかこう昔ってマジで本当世界トップ200とかしか完走してないとかだったんですけど、今だったらトロ多分7000とかで完走ってほぼ当たり前みたいな、6000でもなんなら感想うじゃいるみたいなとこだと思うんですよね。そうだから、まあ、トロ6、うわーい、え絶対うまいやつやん。前先行してるけど、そうだから、えガチでうまいやつ。それはなんかやっぱユニレベ大事にというか、なんか本当に絞ってあげなきゃ、カンスト地獄にボコボコにされちゃうっていうのがあるっすよね。
様ジャイが強化されましたかね。なんかほんとだからジャイマスケとかが結構無難になってくるんですけど、ジャイマスケで全てのデッキに勝てんのかな。いやガチでむずいな。全てのデッキに勝つってなんだろうね。ホグとか、いやでもむずいよね。何が全てに勝てる。まあ結局はこうある程度高回転目だったりだとか、まあそういうのあると思うんですけど、格上を加味しての全てに勝つなんでね、格上に勝ちやすくしつつみたいなね。よし、さま釣りながら、まあまあ、いやまあまあさすがに、いやこれでももう相手トロ60の動きじゃないっすよね普通にどうなんだろう、60にしたらできすぎてる感があるっすけどね。おい、まあそれは相手も思ってるかこいつなんか強くね、トロ60やでって。うん、さあまあまあまあ、いやーでもやっぱユニットが高いっすね。345、うん、まあ折れそう。なんかなんとなくクラウンを取っておきたい自分がいる。おい、一発 OK。 さああとはいい宝箱も欲しくなってきますね。まして銀鷹はパスでにゃん。まあ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 、さあ90ですよと。まあほんと最初なのでちょっとゴリゴリにねもう上げていきたいですね。さあタレベ2です。これでも一応格上扱いですもんね。いや、あとはマジでデッキだな。何使おうかな。チャンピオン。チャンピオンどうにか手にする？タワーレベル14遠いよな。どうしたらいいんだろう。もうなんか、悩み。なんか無駄に悩んじゃいますね、これ。さあ、後ろマスケ。いや、このね、後ろケツマスを、トロ90のプレイヤーができんのかっていう話なんですよこれで。このマスクを延命してきたら、いやもうそれはねトロ4000、よいしょ。さあジャイマスケミニペーでこう形ね組めばある程度は戦えるかなと思います。でなんか多分この辺はまだいないのかな。だからもうすぐしたらスケルトン部隊がね当たり前環境が来るんですよ。そうスケルトン部隊パーティーが来るんで、まあ、柳目を構えるであったりとか、まあ、ザップとかもね手に入れられるとちょっと熱いけど。さあバチコリ1本、ナイス。うん、これ柳目で飛ぶっすもんね。アーチャーいらねえな。格上に弱いカードもいらないっすね。まあ言ったらそのマスクとかもね5でワンパンされるとかがあるんで、まあ、いらないっちゃいらないんですけど、うん、でもやっぱ巨スケなんだかんだなんだかんだいるのかな。爆破弱いのか。うん、まあメガナイトとかも欲しいですけどね。ゴーレム止まんのかっていう話。まあメガナイトデッキ欲しいな俺。うん、格上に勝ちたい。メガナイトバルキリーあたりは結構格上にも優秀なカードだと思うので、さあ荒ぶってますね。まあさすがにね。まあこの辺なんかやっぱ楽にね、楽にやっていきますよ。気楽に、そう。もうこの辺からだってガッチガチになってたら、もう終わっちゃいますから。うん、とりあえず、まあ4000まではチュートリアルですよ。クロロワで言うとね。そう。4000はね、やっぱどうにかしていきたいよねっていう。まあ5000とかになってくるとちょっとこう、また難易度上がってくるかもしれないですけどね。4000まではもう、チュートリアルだと思って頑張りたいが、一回も負けてはいけません。そこ意外と重要ですよね。いや、ざめ、さくちゃん。さよなら目かまして、まだもうパッパパッパ、ミニペリも頑張ってます。いや、だから早くプリンスとかのやつ欲しいですね。個人的に当たりはやっぱプリンス、ベビー、かな。まあ、ワンチャンスケブもあり。まあ、プリンスベビースケブあたり欲しいですね。ハンターネクロは結構ね、外れ要因だと思ってるんですよね。いやー、ゴール宝箱もマジででかい。え？
すぐ開けれるんや、やば、感動する。いやマジで本当にこれスーパーレア。あーないのか、いやーあデコボリなのか、くー、いやここでスーパーレア欲しかったな。でまあ次は250ですね。まあせっかく折り手に入れたしなーと思いながら、入れてもいいんですけど、まあなくてもいいけど、まあレアとかインレベルちょっと高くなってるんでね、3なんでね初期から、まあ使い得っすよね。で、インレベルこの辺はね、上げないっすね。ちょっと、まだこのレベル1で勝てると思うので、まあほんと欲しいカードというか、育てたいカードを絞ってから上げていくって感じかな。マジ、ガゴとかはね、多分ほんと、雑魚だと思うんですよ。格上とかにもね。そうそう。だからまあ、ガゴアーチあたりは絶対使わないし、いやー、マジで、何を使おうかな。悩むよね。相手もレベル1だ。よいしょ。まあ、ささに、勝ったんちゃう？いいね。ふぅ。いやー、でもなんか、もう普段のトロ8000とかのマルチよりも、ちょっとこう、緊張がね。やっぱマルチとかだったらね、一回ぐらいは別に負けてもなんともならないですし、まあ、あるんですけど、負けようなんでね。さあということで、まあ、本日はね、まあ、無事に生きて帰ってこれましたね。いやでかい、いやこれでも美味しいな。いやこれマジで後々のことを考えたら細胞を取っておいた方がいい気もしますね。さすがに細胞かな、スペル結構強いんでね。さあということで、まあ、マックスタックね2022もやっていきますので、いやこれ毎日ねはい上げていくので、そちらも皆さんお楽しみにください。負け作のね、応援皆さんお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。